どうも一流ギャングスターのリュウです。さあ今日もエイムズやっていこうと思うんですが、今回もベータテスト版でね使った、キャラクターちょっとですね評価していこうかなと思ってましてですね、今日取り上げていくのはディーゼルっていうこの、右腕がマシンガンのキャラクターになっております。ディーゼル結構使ったんですけどね、ちょっとまだね操作慣れてなくてギャングアクションとか使いこなしてないんだけども、使いやすいです。非常にこれ何が使いやすいかっていうと射程が長いんですよね、非常にね。で、射程が長いっていうことは結構その相手から攻撃を受けない距離感で戦っていけるっていうことなんで、まあ、この辺からもう届くんですよね。もうこの辺から技攻撃が届くのでかなりね使いやすいですね。結構物陰に隠れながらなんか相手撃ってたりしてもなんかあんまバレないんですよ。結構ね、この辺からも届くんですよね、あいつ。ちなみに、なんかいるんですけど、敵に。さあ、攻撃力上げて、あ、なんか攻撃されてますね。あ、なんか攻撃されてる。ちょっとやばい。攻撃されてるのやばい。この辺から、この辺から届くんですよ。この辺から届いてるんで、射程めちゃくちゃ長くてね、めっちゃ使いやすいんですよね。だから、ほんと、陰キャ戦法っていうんですか。物陰に隠れて、で、相手が攻撃当たんない距離から、相手、あれ、どっから攻撃されてるって、なってる隙に殺すっていうね、それができるんで結構いい感じのキャラクターなんじゃないかなっていう。ただし短所がねあるんですけども、動きがね遅いんですよ。ちょっと足が遅くて結構追いかけっこ、することになると思うんですけども、エイムズって追いかけっこに少しね、まあちょっと若干そのなんだろうな、不利っていうか、まあ、追いかけられる側も追いかける方もちょっとやっぱ得意じゃないね。なんで、まあ結構人が集中してるところでこう一歩引いたところから打っていくみたいなのが一番いいのかなと。立ち回り的にはね、このキャラクターを使う場合はギャングアクションなんかその飛んでこう、ちょっと今回ねギャングアクション全然使ってなくて、ちょっとベータテスト版の時間も短くてね、なかなか使いこなすの難しかったんですけども、ギャングアクションはこう上に飛んで、で着地したところにこうダメージを与えるみたいな距離を詰める技なんですよ。ちょっとねこのキャラクターのなんかいいところと相性はそんなに良くないかなとは思いました。遠くから攻撃できるんで、なんかバズーカ砲みたいなのがあったらそっちの方が一番強かったのかなと思うんですけども、さあどうでしょう。まあ、しっかりと金を集めて、まあ、ちょっとあんまり、ね、早めに行くと、これ初動の解説動画で出してるんですけど、あんまり早く戦場に行くと食らって死ぬんじゃうんでね、後から漁夫の利を得るためにね、後から戦場には参入していった方が基本的にはこのエイムズは有利かなというふうには思っております。さあしっかりとこの辺の ATM をねぶち壊してお金を集めていく。かなりですね体力が少ないので、もちろん連射力めっちゃ高いから打ち合いしても結構負けないんだけど、過信は禁物ですね。意外とやっぱ火力高いキャラクターとかにもうほんとどん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 体力削られるみたいなことは割とあるんで、その辺は注意していただきたい部分であります。さあ、攻撃されてますんでダメージガードを使って、さあこの辺からでもバンバン当たっていけるんで、オッケーオッケーオッケー。さあこの辺からバンバン1位を狙っていきましょう。ちなみにヘッドショットもねあるんで、できるだけ頭に少しこうエイムを少しずらして打ってあげるとダメージが、多くなりますって感じですね。さあこのエリート兵ね先に倒しちゃった方がいい説もあるんだけどね、結構ね攻撃されるんだよね。でこれ間違えて打っちゃって必殺技、これ今の範囲にいる敵にすごいダメージ量が入るんで、まあ、結構一撃で殺せる技なんですよ。ちょっと今間違ってね触っちゃうんだよね。 iPad でやってるんですけど、これ結構やっちゃうんですけど、でこれの周りのお金を拾って、でエリート兵も倒して、オッケー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 、いいですね。さあなんか多分これミスタージャッジメントがどっかから撃たれてんな、いますね。打ち負け、ミスタージャッジメントには打ち負けしないかな。ミスタージャッジメントみたいな一撃一撃がまあちょっと重いけど、まあ攻撃が遅いキャラクターだったら打ち負けしないんで、絶対に連射力はね多分ねトップクラスなんじゃないかなと思いますね。ただね足遅いんですよ、見ていただいた通り、もともと足遅いんですけど、これ逃げるには向いてないね。だからこのキャラクターはだからこうやってこう壁を背にしながら、まあ、来たやつは迎え撃っていった方が基本的にはいいかなって感じ。ただねこういうところでねこうさ接敵しちゃって残り必殺技が残ってるやつとかだとちょっと危険なんで、まあ、その辺はこうダメージガードとかをねうまく使っていきながら立ち回っていく感じですかね。
体力が少ないと足が遅いっていうのはやっぱりどうしても欠点なんで、基本的にはその遠目から相手を、まあ、倒していって、でもう最終的に必殺技残しておいて、最後ギャングアクションで近づいていってギャングスキルで一発で倒すとかが多分いいかな、立ち回り的には。うん、射程は非常に長いのはすごくいいです。かなり使いやすい、初心者には結構おすすめできるキャラクターなんじゃないかなと個人的には思っております。さあ2戦目やっていきましょう。2戦目はですね、フレンドリーファイヤーっていう現象をねお見せできると思います。今回このエイムズっていうゲームね、チームを組んで出発していけるんですよ。でチームを組むと必ずそのチームを組んだ友達と一緒のフィールドにまあ着陸して、でちょっと場所は違うんですけど、まあどっかで合流できるかなっていう感じですね。でチーム戦は非常に有利です。非常に有利、やっぱりですね、最終的に生き残った仲間が 2,3 人いると3人でその残った1人を狙うとかできるじゃないですか。だからね、圧倒的数の有利なんですよ。まあこれは本当にどんなゲームでも同じで、結局数的有利を作った方が有利なんで、まあ基本的にはチーム戦でやった方がまあいいのかなと。ガチいる人はね、そんな気がします。さあ、しっかりとまずはレベルを上げていくと、このゲームまずねレベルを上げてステータスを上げることが大事なので、そうしないとね防御力とか攻撃力がそのまんまになっちゃって、あ、なんか攻撃されてる。さあ一回ガードをしていく。さあこれは人間かボットかちょっとわかんないんだよな。おそらくですねボットも混ざってんじゃないかなと思うんですよね、最初のこの辺のまあところって、レベルを上げるためのボットなので、まあちょっとね何だろう、操作が慣れてないのかボットなのかわかんないけど、結構倒しやすい、ギャングもいた、ベータテスト版ではね。まあ実際製品版ではわかんないけどどうなるか。あんまりですねこういうね序盤のところで積極的に接敵するのはあんまりおすすめしないですね。リスクが高いですね、やっぱりレベルを上げてからだったらまあある程度有利取れるんでいいんですけれどもね。まあ、めちゃくちゃなんかその序盤の方でレベルもう9すぐなっちゃったみたいな時は狙いに行ってもいいかもしれない。さあこれとかもなんかちょっとボットっぽいんだよな、全然動かないし。さあしっかりとレベルを上げていく、でしっかりと ATM をバカして、でこう周りも見ながらしっかりとね後ろから撃たれるの一番きついんですよ。視界が開けてなくてどっから撃たれてるか分かんないって状況判断ができないので。さあこの辺はちょっとねゆっくりめにいきましょうって感じですね。でこのキャラクターのね短所をやっぱり話しておくとね、足が遅いということと体力が少ないっていうところなんで、やっぱ積極的にその中心に向かってどんどんなんだろうな進出していくべきではないと思います。はい、まあ、遠くからね射程を生かして攻撃していくことがまあ一番その勝ちにつながるまあ立ち回りなんじゃないかなと思いますね。さあこいつは人っぽい感じするがどうだろうか。さあしっかりとダメージガードを使って、相手をヘッドショットしていく。まあね、さ接敵した場合は必ず、バレット残ってる方が有利なんで。さあなんか攻撃されてますね。さあなんかどっかから攻撃されているが、さあどっから攻撃されてるかよくわからないが、今の頭の上にちょっと緑色のゲージが見えたのがあれが、まあ、チームのメンバーですね。あれが仲間です。で仲間も攻撃することは一応できるんですよ、しようと思えば。で一番注意しなきゃいけないのはフレンドリーファイヤーで、これ今これ僕の仲間が今必殺技を使ったんですよ。で必殺技使われてこれ仲間の必殺技で体力減ってんですよ。これカズーラに倒されたってこれ友達なんですよ。これこういうことあるんですよ、このゲーム。仲間で入っても仲間のダメージも受けるんですよ。なんでこの辺ねすげえ注意が必要。必殺技を打つタイミング、仲間が近くにいるときに必殺技を打つと仲間に当たって仲間殺すってことあるんで、だから必殺技を打つときは結構慎重にね、まあ、ボーイチャー繋いでるんだったらもう打ちますっていう宣言したりとか、それやった方がいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとですね製品版がまだ来てないんで、ちょっとなかなかキャラ全部触れないんですけども、製品版全部ね来たところでキャラクターのまあ使い方、立ち回りとか評価とかやっていこうかなと思ってますんで、ぜひねチャンネル登録およびグッドボタンを押して待っていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。